よし、作るか。作ります。今日は夫が飲み会で夜いないので、そういう時は基本私作らないんですけど、今日はね、作ろうかなと。これは皮付きのまま食べられる、まあ、新じゃがみたいな。イギリスは物価高いんですけど、じゃがいもは本当に安いです。だからこっちの人たちはじゃがいもをよく食べるのかなと思うんですけど、なんかな、軽く水洗いして、チンします。ラップがね、そろそろ切れそうなんですよ。大事に大事に使ってます。あまり使いたくないんですけど。で、チンしてる間にニンニクちゃん、ズッキーニ、焼くだけです。こんなもんかな。じゃがいも、これズッキーニは塩を振ります。適当に。で、水分を出します。よし。これすぐ温まるんですよ、いつも使ってる。すぐここにごま油にしようかな。ここに、もう早く使いたい枝豆ちゃん、冷凍枝豆ぶっこんでいきます。取って、いや、で、枝豆は完成で、このフライパンを使いたいので、めっちゃ美味しそう。ニンニクやばい。ここにラー油、この柚子の七味唐辛子っていうのをかけます。ちょっとだけ、こんな感じ。軽くフライパンを拭き取って、オリーブオイル、まあ、じっくり火を通して、すぐ跳ねるんですよね。軽く洗って玉ねぎ、オリーブ安いのかな。このちょっとだけ使います。これでバターとめんつゆ、かつお節とかでも美味しいんですけど、今日はめんつゆとチーズをかけようかな。ちょっとお腹すいた、お腹すいた。まあ大体いい感じ。めんつゆをふわっと、あー、いい匂いで、チーズをかけて、めっちゃ美味しい。ふんだんにちょっと浸しときます。見てください、こんな感じで。温まったら、で、しんどいしたらじゃがいも、で、まあ、じゃがいもに焼き目をつけます。で、まあ、ジャーマンポテトにしたいんですけど、
コンソメを入れたいんですけど、こっちはこういうなんか多分キューブしか売ってないんですよね。こういうキューブの、まあ1個もいらないんで、あの包丁で砕きます。そしたら粉々にしたコンソメを入れます。あのうちの母にコンソメを、顆粒のコンソメを送ってもらったんですけど、一瞬でなくなりました。で、塩、胡椒。コンソメが固まっちゃった。で、自分用に作るって何がいいって、好きなように作れることです。なので、せっかくなのでマヨネーズ。絶対美味しい。おしまい。これもお皿に盛り付けます。パセリ。ジャーマンポテトです。美味しそう。アボカドちゃん。アボカドはどうですかね。日本と同じぐらいかな。綺麗。綺麗です。ちょっと茶色。食べ過ぎなんですけど、まあいいでしょう。今日ぐらいで、本当はクリームチーズを入れたかったんですけど、今日は切らしていたので、まあ、調味料先がいいです。絶対調味料を混ぜてからがいいです。醤油とわさび、ちょっとと海苔ちぎって、あの一緒に合います。こんな食べられるかな。わさびちゃんと隠して、で、完成です。あとはおにぎり。で、最後はおにぎりを作ります。お腹すいた。今日もうほんと食べ損ねた。ちょっと洗い物します。チンしたお米、なんか焦げた。ここに枝豆を、とりあえず枝豆をぶっ込んできます。いや、私あのほんとに冷凍庫がちっちゃくて、あのこういう大きいのが一つで分かれて何も入れられないので、とりあえずこれを使いたい。こんなところにしておきましょうか。ここにめんつゆ、ちょっと塩昆布。あ、入れすぎ。ごま。で、ごま油ちょっとだけ。入れなくてもいい。これ混ぜます。本当2個ぐらい作りたかったんですけど、まあ、今日はこれだけ。もう冷凍ご飯がもうこれしかないので、で、軽く手に塩振って握っていきます。あ、2つに分けようかな。そうしよう。絶対美味しい。ちょっと待って、海苔で。よし、できました。枝豆塩昆布おにぎり、じゃーん。こんな感じです。赤なんか緑ばっかり。ことで準備できました。オレンジとか赤がないので、お箸でじゃーん。ジャーマンポテトみたいなやつと、枝豆の炒めたやつ、アボカドのわさびマヨ醤油あえ、枝豆塩昆布むすびとズッキーニの炒めたやつで、今日お酒はサントリーニで買った
なんかレモンチェッロのリキュールですか。でだいぶ前に行ったんですけど、これまだ開けてなかったので、あ、グラスついてるじゃん。嘘でしょ、グラス用意しちゃった。せっかくなのでグラス、このグラスで飲もうかな。いっぱい、2杯ぐらいで終わっちゃいそう。ちょっと洗ってきます。はい、軽く洗ってきました。せっかくなので入れ替えます。絶対美味しいじゃん。レシピが書いてあるんですけど、よくわかんないので、本当はレモンとか、うん、あらない、レモンとか添えたいんですけど、え、わかんない。開けました。これぐらい、これぐらい、ちょっと調節しながらに、炭酸水、夫が私のために冷やしといてくれました、炭酸水。薄いかな、ちょっと味見。乾杯。お疲れ。おいしい、やばい、おいしい。もうちょっと入れようかな。え、すごいおいしい。レモンチェッロって私飲んだことあったかな。めちゃくちゃおいしい。いただきます。うまっ。うん、なんかお腹が空いてるからすごいおいしく感じる。今日全部いけそうですね。多分いける。え、これすごい美味しい。夫はお酒ちょっとあんまり飲めないんですけど、飲ませたい。食事にすごく合いますね。最近ご飯作りたくないなとか、自分が作った料理食べたくないって思ってたんですけど、今日はすごく美味しく感じます。うん、辛い、ちょっとかけすぎたかな。おにぎりもいただきます。うん、美味しい。私すごいお酒好きなんですけど、もうこっちに来てから本当にめっきりお酒飲まなくなりました。まあ多分まだ夫は帰ってこないので、まあゆっくり食べながら飲みながら YouTube か、まあ映画を見たいと思います。こんな感じね、いつも iPad で見てます。今日はこんな感じです。明日からまた1週間始まるのか。明日早速5時起きですが、また1週間頑張ります。皆さんも頑張りましょう。見てくれてありがとうございました。